なんかちょっと不慣れなんですが、まあちょっとなかなかユースト環境もですね、二転三転してるんですけども、まあ少しですね、なるべく以前のように近づけようと、ちょっといろいろ試行錯誤して、画面が少し大きくしたのかな。まあそんなこともやっておりますが、また今日はですね、とりあえずまあ、ちょっとバタバタしてまして、手元にある中から、シグマのですね、300の 4.5、まあ、バラすだけでしょう。というのも、中がですね、真っ白けにバシバシに曇っていまして、まあ、その辺をですね、もし綺麗にできればラッキーなんですけど、まあ、ちょっとバラすだけ行ってみたいと思います。まあ、このレンズちょっと、僕最近のこれジャンク箱から見つけてきたんですけども、これの同じ、ちょうど同じ時期に同じシリーズで出たアポシグマの500の 4.5 っていうのは、学生時代だったかな、頑張って貯金して買いました。で、やっぱりこういうね、インナーフォーカスっていうか、リアフォーカスっていうか、だったんですけども、まあ、これもそうなんですけどね、やっぱ明らかに後ろを見ると、後玉が小さいんですね。で、僕が持ってた500の 4.5 もそうでした。だから同じ500のスペックの 4.5 の FD の500の 4.5、キャノンなんかと比べると、もう明らかにシグマの方がですね、周辺光量がドーンって落ちちゃって、で、なんでって言ってなんかいろんなツテをですね、たどって、シグマのコメントをですね、当時聞いたんですけども、まあ、やっぱりですね、この後ろ玉が小さい。要するに、いろんなマウントをつけるんで、どうしてもこの物理的な制約から、こう、光学設計上、小さくせざるを得ない。確かにですね、当時のシグマの500の 4.5 を思い出してみると、ほんとこれぐらいしかなかったんですよ。で、例えばキャノンもそうだし、ニコンの例えば 400mm の3.5とかその辺のレンズ見ると、もうマウントのところをこう四角削るぐらいですね、大きく取ったんですね。だからやっぱここの制約がいろんなマウントを各社の対応するために、どうしても物理的に小さくせざるを得ないっていうのが、現実ですなんていう回答をもらってですね、ああ、まあしゃあねえなーみたいな。僕はその時確かですね、オリンパスのカメラ、OM3 とか使ったのかな。だから、長いレンズっていいのがなかったんですよね。その後、250ミリとか350ミリとか出たんですけど、随行純正で。ただやっぱりちょっとあれもあれでっていうレンズで高かったし、にもあってね、なんかそういうのをちょっと思い出しました。まあそんな感じでですね、ちょっと、バラすだけシリーズ行ってみたいと思うんですが、まあこの アポってついてるんですけど、ED とかなんとかっていうのは、特にないんですけどね。ちゅうとこなんですが、ところがですね。いきなりこれがですね、さっきちょっと眺めてたんですけど、手がかりがないんですよね。当然ですけど、まあ、ヘリコイドではないので、こっから分かれるかどうかはわかんないんですが、まあ、やっぱり後ろから行くのが、かな。この辺からこう、カチャンって取れるようにも思うんですけどね。キャノンなんかはこの辺にこう、6本ぐらいビスがあって取ると、ここからカチャッとこう、けるんですけど、こう特にイモネジなんかもないし、まあちょっと僕はもう個人的には FD マウントのレンズはあまり利用価値がちょっと、まあマウントアダプターでデジタルっていうのはあるんですが、
カメラあんまり持ってないんで。なんか違うような感じがしますが、まあ、見えるネジを全部ばらして。だからこうヘリコイド回すと、ここが見えるし、あの、無限遠から近接に向かうのに、フィルムの方に突っ込んでくるような形になってますから、ちょっと見えますかね。まあ、キャノンでいうリアフォーカーシングに近い方式なのかなと思いますが、どうですかね。あ、ここにどんどん見えてくんな。そんなに硬くないけど。あ、でもネジが長いぞこれ。こう打ち抜いてるのかな。よいしょよいしょよいしょ。よしよしよし。お、ぐらついてきた。この辺があれか。おお。この辺までが、なんだこれ。きっと各社対応なんですよね。絞りのカチ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 。結構柔らかいプラスチック。この当時は、あの、絞りの方向とか、ピントリングの方向とか、あの、シグマも真面目にやってて、あの、メーカーにちゃんと合わせてたと思いました。だからこう、それもあってなんかいろいろこう、あれなのかもしれないですね。あの、小技を効かせないといけなくてどうしても場所取っちゃうのかもしれないですが、今はあの、シグマのレンズがそういうこだわりなくなっちゃって、ズームの方向とか、あの、なんて言ったの、マウントが変わっても、あの、一方向しか、確か、だから、まあ、レンズによって違っちゃったりとかするらしい。あの、やっぱりブラシが走る方向とかあるんで、もう両方は作れないって言ってましたね。なんか、ズームの方向は、確かに僕、普段ニコン使ってるんですけど、ニコンと逆になってて、ピントリングはニコンと同じじゃなかったかな。全くキャノンと同じだったかな。ちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、カタログの写真なんか見てると、昔はシグマの中でも支離滅裂で、あの、レンズによって逆になったりしたんですけど、確か統一されていたように思いました。お、ここまで外れた。一気に。あ、なんかプラスが出てきた。この三脚座をつける。もう完全に丸い筒だけだ、三脚座をつけるためのね。ここになんか絞りをつけるとかなんとかってないから、本当に筒だけ。なんかあの天体望遠鏡の防具のパーツみたいな感じですね。要するにこう本当に物理的に伝えるだけの。お、そして出てきましたね、ヘリコイドが。あ、こう、あ、
ヘリコイドじゃないんだ。ズームの。あ、これは結構発見じゃない？大したもんですね。まあ、ズームを作り慣れていたシグマだから、いいんでしょうけど、これはあれだなぁ。ここがちゃんと曲線に、わかりますかね。ヘリコイドだとこう、螺旋に切っていきますので、直線になるんですけど、これはこういうふうに、曲線で切ってあります。これなぜかっていうとですね、無限円のとこに近いとこには、こう回しても少ししか動かずに、近接に行くと、同じ角度を回しても大きく動くように、こう曲線で切ってあるんですね。これってキャノンがものすごい当時宣伝したんですよ。要するにキャノンのリアフォーカシング方式っていうのは、キャノンの場合は厳密に言うと途中でこうくの字になるんですけど、近接の時には大きく回さなきゃいけなくて、無限の時はゆっくり回すのが、こう人間の感覚と実際の写真撮ってる時とちょっと合わないので、近接になると大きく動くようにキャノンはやってますってすごい売りにしてたんですね。シグマは一切そんなこと当時言ってなかったと思います。でも、こういうふうにやっぱりさりげなくやってんですね。なんで宣伝しなかったんだろう。キャノンにちょっと借りがあったのかな。それともなんか実はキャノンの特許でこっそりそんなことはないね。曲線になってますね。これはあ、まあその感じちょっとこう何とも言えにこうちょっと滑らかさに欠くフィーリングになってますけど、もうちょっとこれスーッとネバーっこく動けば高級感出るのになぁ。ああ、でもこれは、これ、宣伝すれば、少し売れたと思うんだけどなぁ。なんか大人の事情があったのかなぁ。いや、直線で切る方がね、絶対製造コスト安くなりますから。おまけに何個これ使ってんの？みそ。あ、でもちょっとゴムがベタベタになって、そうするとこうキャノンもそうですけど、ガタが出てきてこうやってんのにガタガタガタってなっちゃうんですけど。いや、でも、ちょっと驚きだな、これ。さあ、お金かかってた。おー、なるほど。この、僕、今一つ、工学の専門じゃないかわかんないですけど、リアフォーカーシングって、ケツの玉がこう動くときは、レンズは普通、近接に行くと全体は繰り出すんですけど、キャノンもそうなんですけど、逆なんですよね。無限から近接にやるとお尻玉がフィルムに近づいていくような動きをするんですが、この部分はあんまり曇ってないのか、カビだけですね。あ、ここすっごいカビ、うバシバシ。まあでもカビだけか。ちょっとガラスクリーナー的なもので拭いてみたいと思いますが、紙だけならいいんだけど、こっちの玉はカビばっかでそんなに白くなってませんが、大体カビか。そうですね、水溶性のカビ。ま
それでも。まあ、あの、これ後で綺麗にあのレンズクリーナーで拭かないとダメですけど、カビはカビ。カビを取れば、比較的、水溶性の汚れはあの、ガラスクリーナー系で、ちょっと落として、そうですね、こっち側はそんなに重症じゃないな。ああ、そうですね。あんまり、こっち側は、ずいぶん、あれだな、マゼンダが上がった、なんか 1B スカイライトフィルターが入ってるみたいな色になってますけど、もうこういうところのグリースは、あんまり、乾いちゃってます。そうすると、重い。ここはもう、もう固定だ。だから、お。これは何なんだろう、このプラスチック。これは、あれかな？無限の調整かな？これと、こことここでなんかついてるみたいなので、ここをちょっと剥がすのかな？あ、金属がなんか巻いて、ああ。なんじゃこりゃ。アルミテープ。ん？なんか台所のアルミテープみたい。ん？あれか、ルピーテープみたいな。これはなんじゃいな。ああ。これは何なんだろう。5ミリじゃでけえか。4ミリ。もっと薄いの？何のためにあるの？ここも無限になってるんだよね。
なんでこんな仕組みにする必要がない。ついでにここも取っちゃいますか。抜ける？あ、抜けない。なんか別に調整できる余地があるわけじゃないけど、これは何？ここが明らかに取れそうだな。フォーカス部ってなんかそんな、なんか工夫しなきゃいけないの。ここは支えてますよね。これが抜けるのか。ということは、ここの下に何かあんのかな。このヒリコイのリング自体がマウントの方に抜けるのか。あれ、何もねえや。一体ですよね。だけどこれ抜けなきゃこれ取れねえ。いや前がね、手がかりがない。いや、これ後ろへ抜けるためにこんな仕組みになってるんだよな。こことここが分かれんのかな。難しいな。どうかな。違うかな。なんだ。後ろだよな。
こことここが分離するような気がしてしょうがないですけどね。で、これが後ろにスポッと抜けると、なんかこの中に一つ仕掛けがあるみたいなことを想像したんですが、じゃないとこれ一体で作ればいいんですもんね。なんだこんな仕組み。で、あとはもう本当に、このバシバシに曇った、カニ目で、ちょっとじゃあ前からに切り替えますか。こじった跡があるな。フィルターネジで多分ガラス直接、いや、この中にね、プラスネジが見えるんで、お、じわすんごいね、このガラスブロック。ああ、3枚貼り合わせだ。ん？どこが曇ってんの？この次か。ああ、この下のだ、これ あ、これでアポ出してるんですね。3枚貼り合わせの、アポクロマート、なんか3枚貼り合わせると、色収差の補正がすごく、よく、なんちゅう、行き届くっていうか、っていうのをなんか聞いたことあって、ライツのテリート800ミリなんて有名な、1群3枚でボンっていう望遠レンズとか。あるんですが 3枚貼り合わせってこれ。ゾナーの名残みたいな。重い すんげえ重い。ここはだから、カビ生えてん。あ、でもかなり曇ってるな。まあでもカビは少ない。そうですね、これ結構、ここはあんまり塗ってないですけど、あ、でもちょっと墨来てるかな、これ。ね、シグマレンズ墨塗り買って 面白かったですけど。これす、でもかなりやっぱり、シャドウがもう黒になんないですね。ポワーっとして。すんごいな、この3枚ありよ。さて、これが置く場所ないよ、これ。どこに置いてもぶつかっちゃう。そうすると、これですね。
これのさらに裏、この真っ白バシバシ、これの裏だ。薄いミニスカスっぽいですね。なんかないかな。これ取れないかしら。いやーこれ回ってほしい。おお、ゆるいゆるい。ラッキー。なんかすごい雑巾掛けに失敗したような曇り。お、来た来た。おぉ、すげえな、どうでかこれが。で、これが出てきました。あ、わずかに動画入ってる。ここだ。すっ、ああ。全然ダメ。ああ。こんなかっちり曇っちゃうんだ。ダメですね。これ見えるかな。この辺で、いや、見えますかね。黒い背景にすると。あの、もう、バシバシ曇っちゃって、あ、こんな感じ、こんな感じ。もう全然。ダメですね。真っ白けで。そうすると、3枚あって、本当に少し度が入った凸レンズがあって、で、うーんと向こうに、この辺に補正レンズが、やっぱり凸レンズがあって、リアフォーカーシング。結構だから構成、レンズ構成枚数多いっすね。ここはちゃんと植毛した。このフードってどうやって撮るの？ちょっとあの、とにかくもうネジ外してみるか。すっごい奥ですけど。届くか、ドライバー。なんかでっかいドライバーね。後ろなんか傷ついたの補修してあるけど、一回修理入ってんだな、これ。見えない。またこれ長いネジ、なんかやったら長いネジで止めた。あのドレムかな。いや、もうこう、あの電着のこの植毛してあるのは
良心的ですよね。価格の割に。内面反射少ないですかね。ここのネジがどこから外れる？ん？あ、ここ、さっきの。このネジが4つ。ん？だからヘリコイドは。ヘリコイドは前につく。ここネジが4つあって。こっちくっついてますよね。抜けない。うん？ちょっと、だから、グリス塗ってネバッとさせてて、でも、こいつ自体がこう動くわけではないので、ただ、滑空してるだけの、これなんで取れないの？シーリングでもハマってるのかな？ん？それともやっぱりネジ？ネジだ。薄いピッチになってる。これはわかんないな。だから、この状態でも、こっちに抜けてくんだ。前玉外してあんな、今みたいなことやんなくても、いや、これは見抜けなかった。ですね。だからこういう、こう抜けていくから、ここが一体じゃなくて、わざわざこんな風にしてある。昔のニッコール200の4とか、ああいうのでこう、絞りリングなんかこんな仕組みに、こう、空数の、こう、緩いピッチで、まあ、それにしても、だからここはまあ普通にグリスがついていて、ネジ。まあ、グリスベタベタと。だからこの辺がまあ、レンズを曇らせる、だったんですね。この辺のグリスが。結局これが、こっから蒸発してって、この、さっきの、凸レンズのこっち側どこにこう当たって曇らしちゃってもうダメという状況でございました。これはもうこれ以上分解できないのかな。でもこのフードがなんで取れないの。これちょっとここが外れんのか。でも何にも結構シグマって手がかりねえんだよなぁ。芋ネジとか打ってないし。これ、こう、カクッとかって取れんのかな。絶対これが取れると思いますけどね。まあ、それが取れたところで、こいつはどうやって取んの？フードが、この辺が外れんのかな？ここか。これがこうリングになってると、後ろ外れてポロッと抜けるのかな？あ、前抜けるのか。ちょっとわかりませんが。まあ、とりあえずここの、4つから分離されて、ヘリコイドは、まあ、
1個の部品で、回転するところのグリスはね、ついてて漏らしてしまったというところですか。うん、これはピントのためのまあ一種のズームレンズのあれなんですけど、これはもうこれ以上開かないの？中に若干あれなのかな、テレタイプを稼ぐ、いやでも違いますねこれ。もっとこっちに大きな大レンズがあるんで、大きなっていうか度が強い。ここはちょっとあれか、補正するような、ホワイトの弾が入ってるのかな。そのリアフォーカスさせるためになんかちょっとこう曲げた光線を元へ戻すみたいな、なんかやってるのかもしれないです。ちょっとよくわかりませんが。芋ネジ、こういうちっちゃい芋ネジは意外に希少品なので、いただきます。これ左右で挟んでんだね。取れない。こういうネジって自分で切るのすんごい大変なの。あ、フェルトが貼ってあるんだ。あんまグリスベタベタにしないでフェルトを貼ってるっていうのは、あー、まああれか、ゴミが入るっていうのもあるのかな。いやでもそんな適度なフリクションを作りたいってことですかね。フェルトが貼ったって。で、まあ、弾はもう、じゃあ、こっから外すしかないのか。あまり面白くない。ねえ、あと、こっから。今一つつまんなかったな。まあでもあのリアフォーカスのあの近距離でこう緩やかにあのカーブしているのは驚きでした。あのキヤノンを上回るサービス。おう、レンズこっちだ。なんか使えないかなこれ。もったいない。まあすぐもったいないなんて言っちゃうけど、この辺もまあズームリングじゃないけどですよね。そしてこんだけ油流れ出しちゃうから曇っちゃうの。で、ここに玉がくっついていると。ルーペにもなるわけだ。これはまあ、絞りが入って。
なんかまあこの辺までなのかにゃ。絞りが入ってるぐらいしか。絞り、玉、レンズ、なんかズームレンズの部品みたいなですね。これはなんか寸法的にどうなんだ。こっち方、ここの精度は少しいるのか。やっぱし、そうそう、これはまあまあ遮光ですよね。このレンズ忘れないか。この辺のバネもまああんまり使わないもんな。まあね、あの曇りさえ取れれば全部こう拭いてきれいに組み立てていけばおおって感じなんですが、あれ？これほとんど度が入ってないよ。あ、これ度が入ってないわ。え？フィルター？本当に。だから一番ケツが絞りですね。これ度が入ってない。あの、ただの板ガラス。だから一番フィルム側のレンズの絞、あの、ニコンの300の4半もそうだったかな？あの、一番ケツの玉より手前に絞りがあって、これはだからホコリ防止みたいな感じで、だからワンビースカイライトみたいな色になってるのかな？フィルター？これ、でもユーザーは交換できないですよね。ん？こっちから接着入ってる。これ度が入ってないよ。で、こんな色付きのレンズはなんで。絞る、これは完全絞りユニット。これで分かりますかね。ものすごい色ついてんだけど、本当にワンビースカイライトみたいな、こういう感じね。なんでこんなわざわざ。やっぱフィルターなのかな？ん？でも、こんなカニ目工具で交換させるのの、くっつけないよな。ちょっと糸が、今一つよくわかりませんが、これ何の意味が。奥もあったとこじゃないって。ちょっと意味がわかりませんが、だからこれが度がついてないとなると、こいつの一番、ん？違うよ。
こっちの方が前か。うん、まあ、これ結構プラス度がついてるか。まあ、こんな感じですかね。なんかほんとバラすだけで、なんのあれもないですけど。特になんかそれ以外に面白いっていうものはありませんでした。なんかに応用できそうな部品っていうのも特に感じられないな。なんかね、ここに別にネジが切ってあったからって、まあ、なんかに使えれば、はい。こんな感じで、ヘリコイドがこれだもんな。そう考えるとやっぱりあれはどういうことだったんだろう。レンズフード、なんだこりゃ。ね、これこのフードの取り付け方はちょっと判明できませんでしたが、絶対ここで金属分かれてるから、この中がどうにか作用してると思うんですが、まあこのとにかく巨大、重い、このガラスブロック。これ真っ平らなのかな？真っ平らに近いよな。重しにはな。昔ニコンでこういうの、光学ガラスで、分鎮にすんの、ありましたけど、ここに F4 って書いてあったよな。ちょうど似たり寄ったり、かなり重いこれ。押さえたくない。いいかもしれないです。それは、特になんか使い道が。わけでもないんですが。はい。こんな、シグマでございました。なんとなく、締まりのない。終わり方ですね。なんかこう使えそうで使えねえんだよな。はい。それでいいでしょう。はい、ということで、まあ、9時になりましたので、まあ、ちょっと、あれ。なんでこんなウィンドウが出ちゃうの？まあ、3枚貼り合わせってちょっと意外な構成と、リアフォーカーシングの細かい、こうね、カーブになって、ヘリコイドが、最初ゆっくり動いてギューって動くようになってる、こう細かい芸があって、決して安物ではない高級な機能だと思います。お金かかってるレンズだなって感じがするんですが、まあ、それだけか、みたいな感じもするんですけど、まあ、今日はこんな感じで、バラスだけ編でございました。はい。さて、これを録画を、よいしょと。